エンリケ・オスワルドは、ブラジルの外交官、作曲家、ピアニスト。ブラジル近代芸術習慣宣言の後に、忘れられた存在となった。日本では、エンリケ・オスワルドと呼ばれることもある。両親は、ヨーロッパからの移民であり、父ハンスヤーコップオシュバルト1805年から1878年、が、ドイツ系スイス人、貴族のピアノ教師であった母カルロ・オタコとマリア、シャルロッタ、 ルイーズ・オラーティア・カンタガリはイタリア人であった。オシュワルト星からオスワルド星への変更は民族差別への懸念から行われた。12歳になるまでに最初のリサイタルを開いており、16歳でヨーロッパ留学のために国別演奏会を開いた。1868年よりフィレンツェにおいてピアニストのジュゼッペ・ボーナ・ミーチに入門する。それからルワーブルで後に ジェノバでブラジル副領事を務める。1881年にフィレンツェ市販学校の校長を追ったアビオガスペリーニの娘ラウドミアガスペリーニと結婚し5児を設けた。そのうち息子カルロスはリオデジャネイロで画家及び彫刻家となった。1902年にフィガロ神主催のピアノコンクールにおいて優勝し、1903年から1906年まで。 リオデジャネイロ国立音楽学校の校長に就任した。その後再び外交官に転身する。1911年よりリオデジャネイロで作曲家や教師として活動し、数多くの室内楽曲の他に、公共曲やピアノ競奏曲、バイオリン競奏曲、3つの歌劇を手掛け、さらにピアノ曲や歌曲を残した。ありがとうございます。